皆さんこんにちは、ダイスです。今回はモンスターハンターライズデモ体験版やっていきたいと思います。モンスターハンターライズデモ体験版ではクエストの出発回数に制限があり、合計で30回までとなっています。クエストの選択画面でまた詳しく見ていこうと思いますが、チュートリアルでシングルプレイをする訓練クエストに関してはこの限りではなく回数制限はないみたいです。ただし討伐クエストが回数制限があるので、そのあたりちょっと考えながら遊ぼうかなって思います。もう始まった。それではやっていこうと思います。ただですね、私モンハンを遊んでたのがワールドは本当に遊んでなくて、クロス、ダブルクロスの時代なんですよね。なので 3DS で遊んでたソフト2作はやってたんですけど、ここ2年ほどずっと遊んでいない感じなので、操作が覚えてない感じです。ちょっと慣れながら討伐やっていこうかなって思います。それでは行ってみましょう。体験版で遊べるクエストは基礎訓練クエスト、双竜クエスト、こちらの2つがチュートリアルで2つあります。こっちのチュートリアルはシングルプレイで何度でも遊べる感じになってます。ただ今回の回数制限の30回は抑え槌の討伐と玉三つねの討伐、こちらに関してはローカル通信、ソロプレイ、マルチプレイ、インターネットのマルチプレイ全てにおいて回数が1回ずつ減っていく感じになります。なのでそれもちょっと考えながら遊んでいった方がいいなっていう感じですね。ただしなんですけど、残りクエスト回数は上2つの討伐クエストのみになっていて、30回終わってしまったとしても、訓練クエストあたりはいけるんじゃないかと思われます。ただしちょっと怖いので、残り回数1とかで遊んだ方がいいと思います。もしかしたらクエストの出発回数を30回全て終えてしまると体験版にアクセスすらできなくなるっていう可能性もあるので、そのあたりは気をつけていきましょう。でね、見ていくと青柱とかもね出てくる感じにはなってるんだよね。玉三つねは買ってたダブルクロスの時だったような気がするんですけど、遊んでた時に討伐に行ってたモンスターなのでかなり嬉しいです。ただね、覚えてないので操作方法をちょっと基礎訓練クエストで遊んでやりながら行けそうだったら行ってこようかなって思います。今回初めてモンハンっていうゲームを体験するっていう方も多分ねすごくやりやすいと思うので、体験版ですしね、試してみてはいかがでしょうか。ちなみに基礎訓練クエスト、いろんな武器がモンハンってあるんですけど、全部選択することができるようになってるので試せるっていう感じですね。ちなみに私は片手剣と双剣しか使ったことがないので、どっちかでやっていこうかなと思います。新しくね、タッチとか体験とかスラークとかね、やってみたかったんですけど難しい本当に多分ボタン配置というかボタンも覚えてないぐらいなので、最後に多分ダブルクロスで一番最後の方に遊んでたのが双剣なんで、こっちでとりあえず行ってみようかなって思います。大丈夫かな、かなり不安。お、始まった、クエストスタート。うわ、懐かしい。共感がついてくれますね。でこのクエストで基礎系の動きをちょっと思い出しながら行ってみたいなと思います。なんかいろいろありそうですよね。モーションとかあったりするのか調べたいんだけど、今ちょっと回したら R スティックのこのカメラがねめちゃくちゃ滑らかです。すごい感度がいい感じがする。ちょっと動かしただけですぐ見回せてる感じがします。歩いてる時のなんか距離感も、いやちょっと近い気がするかな。カメラ位置変えられたら嬉しいですよね。あとスタンプとかもあるみたい。
マルチプレイとかローカル通信のプレイとかでもみんなでコミュニケーション取りながらできそうですね。あ、挨拶が入ってました。もしかしたら他にもあるのかもしれないですけど、最初の体験版に入ってたのはこれでした。うわ、構えもできる、武器構え、かっこいい。あ、何種類か入ってますね。全部で何種類だろう。1、2、3、4、5、6、6種類入ってました。各武器で6個、構えが入ってるのかもしれない。これは嬉しい。あとは詳細マップ、過去作モンハン遊んだことある方とかだとわかるかもなんですけど、行かなくてもマップが見えてるのめっちゃ嬉しい。地図分けしなくてもいいのめちゃくちゃ嬉しいです。これは体験版仕様なのか本作もこうなってるのかちょっとわからないんですけど、カテゴリーの切り替えとか、あとはこうアップとかもねして見ることができますね。持続強化生物、自分強化ができるやつとか、あとは最初系環境生物も出てますね。これ見ながらどこにいるかって把握しながら取りに行くっていうのめっちゃ楽そう。じゃとりあえずなんですが、私久々のモンハンでだいぶやばいと思うので、おさらいしながら行ってこようと思いますが、早くですね、お供アイルたちにちょっと会いたいので、そこまでぶっ飛ばします。モンハンライズから新しく新要素で出たカゲリムシ、これやってみようと思います。 ZL 押すとなんかね、いろいろマークが出て教えてくれるんですけど、こうやって高いところにも楽々、回避にも使える、あとは送流って言って、あのモンスターに乗る操るみたいなのもできる、かなりいっぱいありますよね。罠じゃないけどちょっとあの縛り上げるみたいな感じもいけるし、めっちゃ楽しみです。今作はガルク、モンハンライズから新登場したお供です。お供ガルク乗ることができるので、これ楽しみにしてました。まっ、めっちゃ可愛い。あれなんですね、ダッシュとかもあったりするんだ。あと動きと尻尾とめちゃくちゃいい感じです。採取とかの時も乗りながらできるの楽ですね。じゃちょっとだけ双剣練習して、抑え土の討伐行ってみたいなと思います。はい、チュートリアルやってきました。カゲリムシの使い方がめちゃくちゃ楽しかったです。じゃあ押さえ土行ってみたいと思います。回数宣言が29になります。落ちて戻っちゃって機関とかでもダメになっちゃうんだよね。とりあえず双剣、なんかすごく怪しい。ちら、あ、あ、柱、わ、めっちゃかわいい。お尻、え、やば、いるじゃん。あれ、なんかしてる。あ、魚取ってる、魚、魚取ってたよね今。あと罠、これ何落としたの。青オシャラの落とし物って落とし物もらっちゃった。狩りの基本だぞ。見つかりましたね。まだ全然だ。なんかないかな。とカメラ位置が近い気がする。なんか引きがないよねってちょっと思います。むずい、覚えてないからむずいな。あ、わかった、攻撃範囲がちょっと狭いんだ。思ったより当たってないなっていう感覚なんだけど、多分狭い、張り付かないと無理かも。なんかそんな感じだね。
解はできたけど。非常、あ、できるんだねやっぱり。これどうすればいいんだろう。移動、あ、移動できた。じゃあこのまま行ってみましょう。強攻撃、あ、すごい位置が出るんだね。あー、いや、ちょっとめちゃくちゃ楽しい、これ。大技は、こうか。できた？ちょっと、これか。完璧だ。完璧だはいいんだけどさ。2体いるのやばくないですか普通にこっち先に来ないよって感じだよね。かけれ飯なくなっちゃった。ほっとけばよかった。途中で尻尾ちょっと大変だね。落し物が落ちましたね。頭の破壊が今どこだろう。尻尾？頭かな。また2匹一緒にいる。なんか奥の方のフィールドまで見てきたんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。いや、回数制限がある分ちょっといろんなとこ行こうかなと思って行ってきましたけど、奥のね11とか12とか楽しかった。尻尾取れそうなんだけどな。そんなことないのかな。双剣あれかも、あのクロスとかダブルクロス、クロスダブルクロスの時の双剣よりなんか貼らないといけない気がする。うん、イメージがですけど。近くにいないと当たんない感じがします。これはあれかも、片手剣の方がいいのかもしれないな。どこの声がかりになったんだろう。頭？お尻？尻尾だ。ここがなんか一個ない。周りの毛が。ここ切れないの？いいのかな？あ、やっちゃった。尻尾切れないみたい。切れるのかな？多分ここの破壊と頭は取れるのは分かったんですけど。結構落とし物をそのままに今しちゃってますね。毛、泣き袋、皮が取れるみたい。納品完了。落とし物落とし物何を落としたんだろう。おさえずちの落とし物、竜の涙がありましたね。画中が青あしら、あしらさんもできればよかったんだけどな。もうちょっと入れますね。これも落とし物だ。皮系も落とすみたい。多分 V 破壊で落ちたやつですね。拾い忘れがありそうな気がするので気をつけよう。目標達成。はい、いや結構時間かけていろんなとこ回ってみたんですけど、地形が楽しかったです。ツタとかもガルクでそのまま登れたりとかするし、体験版で体験しに行ける地形は、多分ここのマップだけになってるんですけど、他にもあると思うのでそれも楽しみですね。今回ね、おさえずち行ってきたんですけど、双剣
というかあのボタン操作を全くもって忘れているってことが分かったので、基礎訓練クエストの方に2種類であれば回数制限も減らないので、そっちで私しばらく遊んでから玉三つ線行ってみたいなと思います。で今回今までモンスターハンター遊んだことないっていう方も体験版は無料で、まあ、回数制限はあるんですけどできるものになるので、ぜひ、e ショップからダウンロードして遊んでみてはいかがでしょうか。かなりね楽しいです。あと最初操作分かんなくても慣れてくるとちょっとずつねいろんな動きができるじゃんっていうのも分かったりするのがモンハンだなと私は思っているので、やってみてはいかがでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルご登録、コメントよろしくお願いします。それではまた See you!